久保さん、情報は生命線。情報は生命線ですね。まあ、ぶっちゃけあの戦争も情報戦みたいな話なんですけど <laughs>。ま、全部ね、世の中今情報ですから、まあ、特にそのインターネットのインフラが整ったことによって、特に情報の価値っていうのが昔に比べると爆上げになってます。要は仮想通貨の 今下がったのかなまあちょっと今見てないですけど分かんないですけど結局仮想通貨が上がる下がるのも結局その情報戦なんですよね世の中の大衆の情報がどう動くかによって仮想通貨の振れ幅が非常に動くっていう話ですよねでこれ情報が出てなかったら多分そもそも仮想通貨っていうものは世に出回ってないだろうしそもそも仮想通貨って何で出回ったんですかとそれはインターネットのインフラが整って情報が拡散するようになったから えー、その仮想通貨っていうのがあるらしいぞとこれが値上がりするらしいぞっていう情報が上がるからみんな期待値が上がってその価値が上がって増幅されていくとでも情報が出回らなければその価値は増幅されないのであの全然上がんないとだってビットコインの一番一番最初の十何年前の手出しが0.2円ぐらいですよそもそも0.2円ぐらいの時って情報が出てないですよねそもそもそそそ,そんなのあんのみたいな話で 知ってる人は一部,の一部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 ですよね。うん。でも仮想通貨がこう上がっていく過程の中で、テレビ,ビ CM にも出ましたしね。うん、当時、ビットコイン、ビット、コインチェックか。コインチェックさんが、あのー、CM 出してた時は出川哲郎さん出て、で、コインチェックが、あのー、不祥事というか盗まれて、出川哲郎さんに飛び火いったらしいですけど。であと、今年だったら去年か。 あの大手の会社大谷翔平さん使ってるところですねそこが潰れたとかねまあ基本的にもう今はね何に価値があるのかっていうと情報に価値があるわけですよでそこに価値があると思う人に関しては情報を有料で買いますでもまだその情報に価値がないと思う人は情報にお金を払わないでしょうねうんでも僕たちは基本的に今情報の中で生きてるってことですね まあ、インターネットに一切触れず、テレビにも一切触れず、ラジオにも一切触れず、新聞にも触れず、無人島であの暮らしてるんだったら情報は必要ないと思いますけども、今、情報が必要です。だって、なんかその市役所で手続きするのも情報必要ない、情報じゃないですか。情報で必要、なんかね、久保さんが前、その給付金の,あの、こうやったら給付金もらえますよっていう、あれも情報じゃないですか。情報なかったらお金もらえないし。 うん、だからまあ今生き抜くためにはどんな情報を手に入れてるのかその情報をどう扱っているのかっていうのがめちゃめちゃ大事っていうかそういう世の中なんでこの世の中で生きてるんだったら何に価値があるのかっていうのを見極めないとまあやっていくことは難しいでしょうねうんだからまあ僕はね時代が追いついてきたなと思ってますけどね <laughs> ようやくコンテンツビ情報ビジネス情報商材 コンテンツビジネスずっとやってきましたけど、ようやく時代が追いついてきたんじゃないかなと思いますね。昔その個人がノート,ノートとかいうプラットフォームもありますけども、個人のね、なんかテキストのやつが有料でパワって売れたりとかね、昔はなかったですけど、うん。だから今はね、情報が生命線じゃないですか、すべてがね。いってらっしゃい。